人生に絶望し身投げを決心した釈夫お腹。男ってやつはどっちを向いたって女とさえ見りゃ狙うとこ同じとこなんだ。だが博打打ちの半太郎の言葉で目が覚める。そこだぜてめえの通ってきた芸能筋の野郎のクズの目白押しを盾に取れ合って天下見通した口を聞くな。博打から足を洗ってもらいたい一心で半太郎の腕に入れ墨を彫るお腹。一方お腹の余命があとわずかと知った半太郎は人生最後の大博打に出た。わけえの行こう長藩で。中村勘三郎、坂東玉三郎、そして片岡仁左衛門ほか豪華配役で夫婦の情愛をしっとりと描き込んだ長谷川慎の名作。おなか今消えるよ。シネマ歌舞伎入れ墨長藩勝負。